僕らは夢を追い続ける。新型ブルーバードに 3S ターボ登場。ブルーバード、お前の時代だ。ナンバーワンフェアは10日11日。51周をラップしようとしております。先頭の星野和義、周回遅れの車をインサイドに回って、この直線で抜き去ろうという感じであります。この辺りちょっと車が固まっております。真ん中のピンクのマシンが33番の清水、そしてその後にぴったりとマークするように星野がおります。いつもならね、はい、一気に抜くんですよ、そのくらいの技術の差があるんですね、はい、それをじーっと自分の忍耐、これとね、もう我慢比べですよ今は、はい、最初にあのインタビューをお聞きしましたけれども、あの聞いていただきましたけれどもね、あのじっくりともう耐久戦のつもりで持久作戦でいくというそのままのレースの運びになってきましたね、はい、その通りです、ただね、はい、心配なのはね、彼は前からそうなんですけどね、はい、エンジンブレーキが非常にかけすぎるそのドライバーなんですよ、星野君は。だから問題はね、第一コーナーなんかのね、はい、ツッコミのところでね、いつもよりもペースを落としてるんだから、そのタイミングを狂っちゃってね、はい、ギアがギャギャッとやったときにね、ドライブシャフトだとかそういうのがよく今まで折れたりなんかしてリタイアしてるんですよ、はい、それが一番心配ですね今は、はい、52周目最終コーナーをクリアします。メインスタンド前に帰ってまいりました。まもなく52周をラップします。52周をラップしました19番の星野、残り8周、8周です。やはりね、はい、あいは100アロアとかヘアピンで抜かないでね、ラストのコーナーの手前あたりでね、はい、軽く外側から切っていこう、こういう乗り方をね、やはりあの一般の道路の皆さんたちでもね、交通安全じゃないんですけどね、はあ、ゆっくり追いかけてもらったらいいんですけどね、ごちゃごちゃした乗り方せずに、はい、田中さんね、はい、星野の51周目のラップが1分21秒21ですよ。ああ、なるほどなるほど、もう3秒から4秒落としましたね。そうですね、はい、もう大丈夫だと思います、はい、これが第2位のヨリノ、2位と3位、このヨリノの後にお兄さんのカーナンバー5番の片山がつけているんですが、それが3秒を切りました。ほほほほ、2秒46の差になりましたが、この2位争いが面白いですね、はいはい、これが片山です。おっと、これは中島ですね。あれ、中島の車が落ちた。昔のね、あのバンクの方にまっすぐ突っ込んでちゃったから、ね、第1コーナーのところですよね、はい、多分ブレーキが甘かったんじゃないですか。あ、これはちょっと大きいですね。 U ターンして帰ってきましたね。そうですね、まあ、それほど何回も見られるシーンではありません。第1コーナー右カーブのところまっすぐ抜けていきました。53周をラップしたところで19番の星野がトップ、この車です。その後にかなりの差がつきましたが、10番のヨリノ、5番の片山が3位までに続いておりまして、その後伏田が第4位、5位に3番の高原、その後に6番の関谷がつけております。関谷も、まあ、レース前にはなんとか6位以内入賞を目指すというふうに話しております、結果に話しておりましたが、その通りのレース運びになりまして、現在第6位につけております。星野がヘアピンです。54周目、最終コーナーへ向かう19番の星野、この後には10番のヨリノがおりますが、そのヨリノが1分18秒86の1周のラップで迫っておりますが、いかんせんトップの星野とは差がつきすぎております。54周をラップしました。先頭の星野は54周をラップいたしました。あと残り6周になります。あと残り6周、とうとう柔らかい、いわゆる路面に食いつきのいいタイヤで60周を持たせてしまいます。
最初から飛び出すというチームの作戦、星野の読みが当たりましたね。そうですね、はい、前半飛ばしまして、後続の車をカーブしながら、はい、自分の作戦を立てるっていうのは正しくなりましたね。はい、今第2位のヨリノが54周をラップいたしまして、55周目の第1カーブにかかります。その後にぴったりつけておりますのは5番のカーナンバー5番の片山です。後ろにお兄さんのカーナンバー5番の片山がぴったりつけて、ちょっと振られました。片山はスムーズです。さあこの兄弟の競争ね、2位争いこれどうなりますかね。はい、2位争いが非常に熾烈になってきました。55周目のヘアピン、これだけ決まった。さてどうでしょうか。ヨリノのラップが1分18秒8ぐらいですから、それを上回るようなペースで後を追っております片山。さあ高速コーナー、多田さんね、はい、やはり抜きますね。抜きますね、はい、あ、これはもう時間の問題だ。最終コーナーです。ちょっとアウトに振られました。さてここで捉えるか。ヨリノ君ピットですか。いや、あ、そうですね。あれ、これはちょっと意外ですね。10番のヨリノがピットに入りました。指さしてますね、残り5周というところでピットに入ってしまいました。今タイヤ交換ですか。これはもうダメです。惜しい。これはダメです。